こんにちは、スクシリナです。今日は私の1週間コーディネートを紹介したいと思います。お楽しみに。こちらは私のザ・モデルルックです。私のモデルルックっていうのはそのままキャスティングに行きつつもおしゃれを忘れたくないっていうのがコンセプトでして、タグ&ゴーのジャケット、パンツ、体のラインが見える服を着てないとキャスティングはダメなので、そして中はマリアーノのタンクトップでおしゃれだけど体も見えるよっていうキャスティングルックを組んでみました。キャスティングはたくさんのブランドを回らせていただくことが多いので、フラットのシューズも、これはセルジオロッシのローファーで、この中にキャスティング会場に着いた時はピンヒールで高めで、黒に黒で足長効果をちょっとでもいただけたらっていうブーツにしています。じゃあ今から皆さんにキャスティングの流れを説明したいと思います。まずキャスティングについて、みんな椅子とか、まあ場合によっては地べたとかもあるんですけど、コンポジット一部だよ、渡します。そして、まあ嘘いそと。で、もうこの時からキャスティングが始まってるんで、モデルピースで、体も綺麗に見えるような所作、言動を意識しつつ、で、準備完了。呼ばれるのをモデルペースで待ちます。呼ばれました。ブックを持って、はいはいってブックをまずデザイナーに渡します。チェックしていただきました。 Can you walk please? って言われるので、そこからもThank you! 帰ります。こんな感じです。単純に体のラインが綺麗に見えるポージングで、意識していることは背筋を伸ばしつつ、腰を前じゃなくて後ろにこう見せた方が足が長く見えるだとか、横向いた時もこうよりもかかと、ヒールなんですけどちょっと浮かせてお尻を持ち上げて足が長く見えるバランスがあったりとか、あとはランウェイとかだと、あんまりポージングするランウェイ今ないんですけど、ある時はシンプルブランドさんのイメージに合わせて、さっき見せたこういうのとか、私が好きなのはこうやって歩きます、帰りますと見せかけて踊る、この少しちょっと前にあった歩きなんですけど、そういうのとかは大好きなポージングです。これがランウェイのポージングのポイントです。これがポンズとのカフェ巡りコーデです。ポンズです。私の大好きな大好きな相棒です。こんにちは、ポンズです。オフの日はポンズとカフェ巡りするのが大好きなんですけど、まあ、カフェといえばなのか、愛犬とのデートといえばなのか、ちょっと私の中でワンピースデートなんで、ポンズとのワンピースをイメージしてて、これはヴィンテージのワンピースで、もこちらもヴィンテージになっちゃうんですけど、編み上げブーツ、こういうもう超ガーリーみたいなワンピースは大好きなんですけど、先の尖ったレザーのブーツとか合わせて、ガーリーすぎず、サンローランのこのちょっとパリシャン風な上品なバッグ合わせたりして、コーディネート組むのが好きですね。古着が本当に、もうこれは10代の時から多分言ってると思うんですけど、もう古着が好きで、ポンズとのカフェ巡った後に公園でいっぱい走った後、行きつけの古着屋さんがあって、三宿の交差点にあるローズヴィンテージっていうお店があって、コンパクトなお店構えでいいワンピースとかそういった古着が並んでるので私はよく行きます。これもそこで買いました。アクセサリーは基本的に華奢のものがこういう大好きなんですけど、ビジュード M、 今このリングとネックレスみたいに大きめのインパクトあるものを1個差しアイテムで入れることが好きで、他にゴールドのピアスとか、ヴィヴィアンのもうだいぶ前に買ったから味が出てるんですけど、
とかを華奢なアクセサリーの中に入れることが多いです。こちらは私のガールズナイトルックです。女の子同士でディナーに行く、ちょっとおめかししてディナーに行くルックです。このセットアップのスーツはミラノで買ったヴィンテージのメンズスーツなんですよ。実はオーバーサイズ、結構もうオーバー、これ肩パッドも入っててかっちり決まるけど、オーバーサイズで抜け感ありつつ、ウエストも結構腰履きにしてのそのままベルトとか巻かず履いてます。で、下のこの肩出しのトップスは香港のブランド、ジョンっていうブランドなんですけど、このディティールが可愛くてもう即決でした。女の子同士のディナーなんですけど、やっぱおしゃれしたくて、でもガールズナイトっていうのは私の中ではちょっとしたヘルシーな肌出しするのが好きというか、マイルールといいますかにマニッシュな髪型、ジャケットでセクシーすぎず、このルックだけじゃなくて、私自身そのマニッシュ、ヘルシーでちょっと女性らしいを全部ミックス、もう欲張りたいっていう風に思いながらコーデを組むことが多いので、このルックとかまさにそれが分かりやすいルックなんじゃないかな。このポインテッドのシューズとかもそれが表れているかな。カジュアルなディナーなんで、バッグは持たず、リップはよれの取れちゃうことが多いので、リップをポケットに忍ばせて、あとはメイク、他のメイクはもうにじんでも可愛くないみたいなのをポイントにしたメイクですね。じゃあちょっとサングラスもつけちゃおうかななんて思って、チャラン。これはですね、マルジェラとジェントルモンスターのコラボレーションサングラスなんですけど、で、このサングラスをかけてるこのホルダーがシャネルを組み合わせて首に、いらないときはかけてなくさないよ。行ってきます。これが私の最近の定番ルックです。最近はこういうもう超ロングの丈感のスカートが多いです。それに、まあ、これも古着なんですけど、古着のジャージを合わせたり、こう短め丈のトップス合わせたりするのが多いです。ジャージ大好きです。でもポイントがあって、これだとまあ丈とか色とか、このフードちょっと珍しいなって思ったんですよね。あんまりない気がして、ジャージっていうよりもファッションアイテムのジャージとして着れるような古着ジャージとかを買ったりすることが多いです。スカートはケイタ丸山の超ロングスカートで、これもちょっとヴィンテージチックなデザインなんですけど、そこがお気に入りで、後ろの柄の感じも全然違うスカートです。で、バッグがシャネル、もう一生このバッグで出かけてるんですかってぐらい、多分これを見かけてる人が多いと思います。リナちゃん最近もういろいろ入るサイズ感に、肩にかけた時のこのチェーンとかがアクセサリーじゃないですけど、その服のアクセントとかになったりして、こういうジャージ着た時とかもこういいアクセントというか、いいクールさというか雰囲気を出してくれるかなっていうのがお気に入りです。靴はじゃん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 、これもスカートなのに見えないじゃん、でも関係ない、ロング丈のドクターマーチンです。基本これで迷ったらもうこれでどこへでも行くコーディネートです。次、はい、こちらが私のフライトルックです。飛行機は絶対に着心地重視、楽な格好でいたいなと思っているので、この韓国で買っ
った韓国のセレクトショップかなで買ったスウェット、裾が広がってて、とにかく楽で、でこう裾広がってるシルエットのスウェットってあんまりなくて、もう見た瞬間絶対もう買いだと思って購入しまして、あとは、パルマウールのビチスケティに、古着のジャケット合わせているんですけど、楽カジュアルの中にもこうジャケットとかビチティでこうシルエットをシュッとさせて、あのラフになりすぎないようにっていうのがポイントとして あります。サイズ感、これはもうリナコーデに必須のワードなんですけど、私の話になるんですけど、足元にボリュームがあるのがバランスがよく見えるかなって自分的には思っているので、足元をこう広がってたり、重めの大きめな靴履いて落とし込んで、で上は肩幅がちょっとありめと言いますか、こう落ちてる感じ、萌え袖みたいなのがいい意味で可愛すぎなくて女性のセクシーさが出るサイズ感、まあ、それは人の体型それぞれなんですけど、が出るような服装サイズ感をよく選びます。私は飛行機乗る際はパスポートとか財布をすぐ出せるように、こういうちっちゃめのバッグを手で持って、それこそこうやってヘッドホンつけたりしてるんですけど、機内でゲームとか本とか、それこそそのまま降りてキャスティング行かなきゃいけないよっていう荷物を入れなきゃいけない時に、ポンズくんがここにいらっしゃる、これはバレンティノのロックスタッツペッツっていうカスタマイズサービスがありまして、自分の愛犬とか猫ちゃん、ペットたちの写真を送ったら、こういう風にイラストを描いてくださるサービスなんですけど、ぜひ息子娘たちいる方はおすすめです。はい、しょ。私はハワイに行きたい。ちょっと行ってきます。音楽を楽しみに行く際のりなちゃんライブルックです。トップスはガニで、このデニムスカートは古着屋で買ってリメイクですね。いろんな多分ヴィンテージのデニムをパッチワークして、で後ろが可愛いんですけど、アンティークのレースたちをつけてるみたいで、このスリットもちょっと可愛いですよね。ポンポン、これもね、ヴィンテージのファーベストをリメイクした、なんか、なんだろうこれ、尻尾みたいです。で、靴が MM6 のブーツ、白いブーツで、これはニューヨークでセレクトショップで買ったものです。このチョーカーは今ね、実は後ろ前逆にしてたりしてて、フェンディのチョーカーなんですけど、昔からインスタを見てくれるその方々は知ってると思うんですけど、チョーカーが大好きで、これはレザーのフェンディなんですけど、それこそ手芸屋さんとか行って、ベロアのリボンとか、あとサテンっぽい生地のリボンとか、太さとかも好きなのを自分の首の長さぐらいに切って買って、それを巻いたりすることも多いです。実はそれこそハロプロが好きっていうのを知ってる人は知ってると思うんですけど、これ光るから、あ、来た、あ、ちょうど推しカラーです。もう今やめちゃったんですけど、モーニング娘。のある子が好きでこういう風にこの服で振ったりすることもありますし、あとこのコーディネートだとフェスとかもいけちゃうんじゃないかなって、全然私はこれでいたりします。ライブとか、まあ、フェスもそうなんですけど、ライブ行くときはできるだけペンライト、もしくは推しのうちわとかもあるので両手は開けておきたいという感じなので、バッグはショルダーとかにかけてここにステイしてくれるって、あとはもう私の手は推しのために捧げるっていうスタイルをとっております。もう肌寒かったりするときはこのね、これも古着屋さんで購入したものなんですけど、ニットベストとか着て、丈感もちょっとあったので、アクセントともなりつつ、ちょっと寒さ対策になるかなっていう、こういうのプラスしてもいいかななんて思います。いくぞ。こちらは
ファッションパーティーのコーディネートです。バレンティノのボディースーツにバレンティノのスカートで、ジミーチューのバッグ、そしてセルジオロッシの可愛いお靴。ファッションパーティーのルックはスタイリストさんといつも相談して、まあ、これがリナちゃんっぽいかなとか、今回こういうムードで行ってみるっていう提案を見て、まあ、2人で決めたり、まあ、持ってきていただいて選んだりすることが多いんですけど、これもそう、実際今日スタイリストさんに持ってきていただいて、で 2、3着候補があったんですけど、これ見た時にみんなでこれ可愛いねって話してて、ドシンプルで勝負、そしてシルエットを生かしたこうスタイリングが最近のりなちゃんには似合うと思うから、こっちはどうかなっていう話をしてこれに決めました。自分的にもモデルとして変化し続けなきゃいけないと思ってて、分かりやすい変化も大事だと思うし、流行りに合わせていくのも大事だと思うんですけど、どこか自分としての地盤とか、自分が決して、じゃあ例えばいつも体って出すわけじゃないけど、自信が持てるようにボディメイクとか、自分が納得する体作り、もしくはまあパーツ作り、ファッションをしていれば自信がついてきて、こうそれが表現できる場合になったら、またより一層違う輝きが放てると思いますし、でそういうちっちゃな変化、ちっちゃな自信、自分発信でもつけていきたいし、周りからこう気づいてもらって、もっとそれが大きくなってっていうモデル人生、りなちゃん人生を歩んでいくのがモットーですね。まあ、そんな感じでいつもファッションは楽しんでます。今日は私の1週間コーディネートを紹介しました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひご参考にしていただけたら嬉しいと思います。またどこかで会えたらいいね。ありがとうございました。バイバイ。